そしたらね、やっぱコミュニティノートじゃはい、こちらですね。ジョネンさんコミュニティノート大好きだよね。コミュニティと言ったらジョネンさん。コミュニティノート素晴らしい機能じゃないですか。では番組後半こちらのニュースに触れてまいりますね。8月3日付朝日新聞の記事によりますと、 SNS の X 旧 Twitter への投稿に匿名で誤解を招くと指摘できる機能、コミュニティノートが7月から日本版で本格導入されました。指摘はすぐに目立つ位置で見られる状態になるわけではなく、他の協力者たちから役に立つと評価されれば元の投稿のすぐ下に表示されます。評価についてツイッター側は多数決で決まるわけではないとし、協力者たちの視点の多様性も考慮するとしています、うん、ただ何を誤解を招く情報と判断するかは難しく、その投稿に相反するコミュニティノートがついた場合、数時間おきに表示されたり非表示になったりと繰り返されるような混乱も見られるということです。専門家は指摘がついたから直ちにデマと考えず、そこで提示された事実をじっくり読んで掘り下げる意識が必要だと指摘しています。こうなっております。はい、この記事も被弾です。左舷弾幕薄いよということで。この記事もこれダメですか。この記事もあ、そうですか、はい、あらららら。コミュニティノートはね、ファクトチェックじゃないんです、はいはいはい、何度も言いますけどね、はい、重要な背景情報が漏れてるよって話なんです。でこういう角度のついた記事を書くと、ね、朝日新聞さんと、ね、他にもこういう要素がありますよっていう形で被弾してしまうんですね。左舷ね、左舷って左の限界なんで左舷なんですけどね。左舷、はい、左舷っていうのはこれ左の限界、限界系左翼なんで、で弾幕も弾の字が弾のね、弾幕薄いよ。あ、なるほど、はい、左舷の弾幕がね、新しく覚えておきましょう、はい、最近ね右舷も被弾してるみたいですね。参政党の吉林こと吉野さん、もう毎回被弾してますね。でなんか吉野さんもどうもなんか属性アンデッドじゃねえかって今ね。望月義足はね左舷の方のアンデッドなんですけど、右舷は吉野さんアンデッドなんじゃないかみたいな感じで。やばいですね。反ワクチンが相当これ被弾してます今。はい、なんで、まあ、右舷も今被弾が始まったということで、うん、でこれね情けないのはね、あれですよ、小池晃さん、赤い小池日本共産党、あの被弾したんですけど、はい、一発目被弾した時に、あいつ消してんですよツイート。小池って気にしてんのかよ、情けねえなと。初期局長消すなよお前、被弾したぐらいでさと。で玉木さんなんかすごいですよ、あの玉木雄一郎さんね、国民主党 の玉木さんも被弾したんですけど、一発目被弾した時、あ、僕もちょっと気づかないことね、気づかしてくれてありがとうございますぐらいの余裕の構えですよ。ところが真っ赤な小池しれっとツイート消してるんですよ。情けねえ、消すんじゃねえよ小池みたいな。まあだからそういうこう左舷右舷でですね、今いろんなのが、いろんな人が被弾してるので、とてもいい機能ですね。エコーチェンバーに対するあの貫通能力も非常に高くて、はい、あのエコーチェンバーの中でその競争のほらツイートがわーってやられるじゃないですか、それじゃずっとついてるんですよ。エコーチェンバー貫通能力すごくて、セントラルドグマまでも貫通すると言われてるので、これはいい機能ですね、素晴らしい。いやだからその SNS の弱点と言われてたんですよね、エコーチェンバーを作りやすいっていうところが、そこにだからもう自動的に貫通するこのね、あの弾が出るということで、いや素晴らしいですよ。だからもう本当左舷はもう本当に、あの共産党がもう本当毎晩のように被弾してますし、毎晩です、はい、あの磯子パイセンに至ってはですね、まあ、あのリツイート以外全部被弾してんじゃないかみたいな、全身穴だらけみたいな感じになってるんですけど、磯子パイセンすごいですよね。いや本当すごいです。そうですか、3度の飯より被弾好き、うん、そうだね、望月さんなんかやるたんびに被弾してるもんね。そうですね、でそのなんか元になってる記事が東京新聞の記事なんですよ、うん、はいはいはい、なんで元記事も合わせて被弾みたいなパターンも多いですね。東京新聞もよく被弾しますよ、だからそれだけいい加減ななんか折り記事書いてたってことじゃないですか、いや、うん、もう少し僕はタイムズの安倍さんに頑張ってほしいなと思ったけどね。ちょっと2位につけてるからさ、やっぱりトップに取ってほしいなって、被弾率、沖縄タイムズのね、そうですね、はい、沖縄タイムズの安倍さんね、安倍さんもだいぶ避難してますね。あの方も名物記者ですもんね、なかなかあのもうエースがね、撃墜を逆に名物記者、名物ね、エース、バカだ、バカっていうの。そういうことは申してませんよ、私は。逆撃墜王です、逆撃墜王、安倍さん逆って。
安倍さんもだからなんかね、そのコミュニティノートはなんかネトウヨの陰謀らしいんですよ、はいはい、安倍さんによると、うん、でそのツイートがまた被弾しててだからさ安倍さんさそういうこと書くから被弾すんだよとなみたいな話なんですけど、うん、いやこれ厳しいですね、はい、沖縄タイムズの安倍さんです、そうです、沖縄の安倍さんです、はい、なんで、まあ、みんな結構人で最近だからね左舷でねこの左舷の人は、このネトウヨの陰謀だとか言ってるんですけど最近だから右舷も結構ヒットしてるんですよ、あの賛成党の関係者多いですねやっぱね、あ反ワクチンでよくヒットしてるんで、はい、だからまあ右舷も左舷もまあ平等に押しなべてですね、追尾能力結構半端ないんで、一般人まで追尾してるんでね、だ結局じゃあ日本ファクトチェックセンターは何だったんだって話ですよね、そうなりますよね、そうだね、そういうことに ね、日本ファクトチェックセンターはあのほら創立して間もないっていうか創立した瞬間にあのマスコミの記事は対象外ですってわけのわかんない宣言をして、で何じゃネットのなんか一般人ばっかないお前ら何検閲するわけみたいな感じであそうでしたっけね、 そうですよ、あれまだ残ってるの、まだありますよ、東京新聞のあのなんかデマ記事あの IAEA の あれがだからもうコミュニティのと被弾しまくって遅ればせながらそのこと書いたんですけど、東京新聞がそのデマ流してるってこと書いてないんですよそのファクトチェックに、あ、まあ、何忖度してんだよこの忖度センターがみたいな、まあ、日本忖度センターがみたいな感じです、まあ朝日新聞だからね事実上のね、ねそうなんですよ、うん、だってマスコミ OB がチェックしてるわけでしょ、マスコミ OB があのマスコミの記事対象外でチェックしてますよ、意味わかんなくて、IAEA がなんか日本から金もらってね手こぐる食われてるとかいう話がありますけど、それは違いますとか言ってるんですけど、その出所は東京新聞で、拡散したのは磯子パイセンだろうと、おじさんがね、もうとっくにもうみんな被弾しまくってさ、もう明らかになってんのにさ、何やってんのみたいな感じで、しょうもなと、だからもう本当にね、だからあの日本ファクトチェックセンターはあのレフトスタンドからの使者なんでダメですね、忖度センターですよあのマジで左舷忖度センター、はあ、何なんだって感じ、ね、正体見たりカレオバなんですかね、本当ですね、はい、だからファクトチェック自体がもう機能してないよね、機能してないですね、いやこのコミュニティノートの機能で十分かなと、うん、そうだね、うん、でテレビにもこういう機能ついたらいいのかなと、というかさ、うん、どうなんだろうね、そのファクトチェックセンターもそうだし、一時ね NHK ご出身の方がファクトチェック機関をやってたけども、はい、要するに全てがさ自分はオールマイティだ、誤りがないんだって、誤病性無病性みたいなところでやるじゃない、うん、はい、だ結論出すでしょ、はい、ところがさそれってなんかやっぱり思想性といったりとかイデオロギーが影響されちゃってるから、うん、で彼らこそさなんていうのかな、そのライトウィングサイドに対してばっかり取り上げるんだよね、そうですね、問題点を、絶対自分たちの陣営は取り上げないっていうね、そうなんですよ、だからそういった点でいうともう役割終わっちゃったのかなと思いますけどね、とは言ってもコミュニティノートは、はい、ファクトチェックじゃないんだから、ファクトチェックじゃないですよ、重要な背景情報が漏れてますよと、うん、まあ、だから最終的にさファクトチェックをするのは、読み手個人個人なんだろうなって僕は思うんですよ、ね、まあ、そう思いますよ、自分で判断してよと、別に朝日新聞が判断する必要もないし、はい、例えばあのサンデーモーニングなんてあのコミュニティノートの機能ないのに、まあデタラメなことばっかやってるじゃないですか、なんで私いつも副音声でチェックしててステルスの反則っていうのを取ってるんですけど、昨日もねなんかその大阪万博維新ディスりでね、大阪万博ディスってた時にあの建設業者もね建設業界もあのなんかもう工事が間に合わないとか言ってますとか言った時にインタビューで出てきたのが全権総連の会長ですよ、全権総連とか言ったら民意連とかと同じですよ、共産党系の団体じゃないですか、ね、その人が建設業界の人でございって全権総連に出てきて、もうそのピーはいストレスとか言って、もうすぐ調べまして、はい、でこれはもうダメですねと、はい、あとあの土の子元村、あのね元村さんって出てるじゃないですか、土の子新聞、それがなんかあの広島ってあのひらがなの映画がなんか昔あって、それでなんかそのまあその広島の話でねそのこと言ってたんですけど、そのひらがな広島って映画は日教組が作った映画なんですよこれもステルスですよね、そういうのどうなのみたいな、うん、ね、だそういうのもやりまくってたわけですよね、ただね僕ね、はい、サンデーモーニングに関してはに対するチェックに関しては常連さん大人げないなーって、ね、何ですか僕は、いやだからニュース番組で見てるでしょ、違うんだから、あそうです朝バージョンの、ね、そうです、焦点なんだから、そうです、ね、予定調和的に喋ってくれないと、左舷の頂点、焦点ですね、はい、想像通りのギャグ言ってくれないと須田さん、え、菊ちゃんなんだから瀬川さんそうですね、大喜利なんですね、そう菊ちゃんなの、左舷の大喜利、いやでも一応なんかね情報番組の体でやってるんで、情報番組の体でやってるからその体で突っ込んでるっていう感じなんですよ、はい、勘弁してくださいよ、いや焦点と 見ればさ、もうなるほど、左の焦点ですね、左の焦点、 あれ右の日程だったら右の焦点じゃないけどね、あ、まあ、右の焦点もありますよ、ネット上にはいっぱいね、もうだからその菊ちゃんと一緒でそのうち死ぬからね、もうそのあたりで、え、何
いやいや、気候締まり焦点だったんですね。焦点相手にあんなに結束書いて怒ってる。いやいや怒ってる、ちゃんとちゃんと5割って言ってるじゃないですか。須田さんに座布団1枚って出てますよ、コメントが。そういう話じゃないんですよ、全く。本当にもすごいですね、焦点だったんですね。この辺りでお後がよろしくないですか。大丈夫ですか。気候師匠のファンの方に怒られちゃった、出すだろだって。そうですよ、気候師匠まだお元気ですから、今リハビリ中で、ね、これからまたね、全力で復帰されるんですから、はい。じゃ あお持ち寄りいただいた具材を、はいはい、鍋の中に入れる時間がやってまいりましたので、はいはいはい、お願いします、はい、よいしょ。視聴者の方からもそうでしたね。視聴者はい、焦点だから一平ちゃんも出るの。私はサンデーモーニング私は出て大きく滑ってたじゃん。本当のこと言わないでください。はい、本当にランダム化しました。全く失礼します。本当のことおっしゃらないんですね。事実ですからね。焦点でどん詰めったのね。もう緊急事態宣言、あの国全体で出るより私が芸能的に緊急事態宣言迎えてました。3年前のことですけど、それ個人的な話はいい。はい、じゃあ須田さんから、須田さんから多分どれだかもう分かんないと思います。どうぞ。じゃあこれいきますよ。はい、どうぞ。よいしょ。あ、ちょっと絡まってる、絡まってる、絡まってる。どっちだ。お、でも文字見えてますね、先に。はい、はい、タイマー、タイマー、タイマー出ました。やっぱりあちらの話ですよね。うん、